第25週紫片ばみ第121回予習です神社の森の植物を守るため国が推し進める神社合司令をどうにか食い止めたいと考えた万太郎は大学を辞め植物学者として生きることを決意する末子千歳桃木ら家族もそんな万太郎を大 するのだったある日リーンは千歳にあるお願いをする朝ドラランマン第25集紫片ばみ第122回予習です万太郎は徳永に辞表を提出植物学教室を去る日雄一郎が大学へやってくる翌年度から教授となるのだ それぞれぞ別の道を行く万太郎と雄一郎だが目指す場所は同じなのだと確認し合うそして時代が明治から大正へと変わる頃千歳と虎鉄が結婚万太郎寿恵子は2人の幸せを心から祝福する